スティルライフも、うん、その聞く人にとってのそういう灯台になればいいなっていうイメージというか思って、うん、そう、生活っていうか家で暮らしてる、うん、日々の生活の時間にスティルライフ生物画を飾るみたいな、あれおじいちゃんの生物画なのね、ジャケットが、うん、じいちゃんの生物画がヒントだったんだけど、なんか気に入って屋根裏部屋で見つけて気に入って部屋に飾ってたあの絵が、なんかずっと暮らしてきたんだよね、あの絵と気づけば、うん、結構何年も前に見つけた。でもなんか違和感なくずっと一緒にいてくれた、そういうアルバムを作りたいなと思って、ずっと自然に鳴ってる隣の部屋から聞こえてくるピアノみたいな、生活に寄り添う音楽っていうのを考えて作ったことなかったなと思って、自己表現じゃなくて生活表現っていうか、その日々っていうものを参加するみたいな。だからどんな人の部屋でもいい、かかってられるような、ずっとちっちゃい音でかけられる、そういうアルバムを作りたかったんですよ。でもスティルライフを聞いた時にそれをすごい感じました。暮らしに寄り添う、生活に寄り添うような、うん、音楽、なんかこう一人じゃないよみたいな、うん、一人じゃないよっていうのを、絵は言ってって、ね、生物画は言っとったん、おじいちゃんの生物画、俺にはそういう温かみのあるものを作りたかった。で、ね、こうきしむ、あれはこうペダルを踏む音かなと、鍵盤を鳴らす音、うん、うん、鍵盤を打鍵、あ、まあ、押すと弦を叩くでしょ、うん、フェルトが、ハンマーが、そういう全ての音全部木でできてて、その木がそれぞれきしむのよね、うん、ペダルだけじゃなくていろんな、あれおもちゃみたいなもんでさ、いろんな、ここを押しました、ここが動きます、ここを鳴らしますって全部連動してるじゃない、その木たちの音、木の鳴りが全部全部入れてある、うん、消さずに。あとうちの子がすごい特徴的な、よく鳴る子だったんですよね。そう、その音やそのはるかさんの自宅の外の環境もそのままこう、うん、入ってて聞こえてきて、うん、音と一緒になってて、それがすごい心地よくて、うん、こう自分も生活の中で、うん、聞いてて、うん、ありがとうございます。いや、前は、今まではこういう環境、今も鳥が鳴いててさ、うん、すごい美しいけど、こういう音を録音して後で足してたのよね、うん、うん、意図的に。もともと僕環境音も、環境音こそというか鳥の歌にかなう歌はないと思うし、その環境音と音楽を一つのものとして、外の音も中の音も捉えてたから、よう入れとったんですよ自分の今までの音楽に。ただ今回は意図的に入れるのをやめようと思って、窓を開けてたわけでもなくて、窓は普通に閉めて、ちゃんとピアノを録音するために一応ドアも全部閉めてやつ、それでも入ってくる音はもう入れてしまおうと、その時になってた音なんだから。だからすごい鳥の鳴いてるとかっていうのはもう本当ベランダとかで鳴いてたり、5時の鐘が最後聞こえてきたりするのか、小学校の、それももう入っちゃったからしょうがないっていうか、その時鳴ってた音はもう入れましょうって思って入れたんだよね、後から入れたわけではなくて。だ、本当にその時鳴ってた音、うん、今の鳥の声みたいに。まあ、その音が本当の CD の音なのか、本当にケンちゃんの家の外の音なのか分かんなくなるぐらいが理想ですけどね、うん。